画面に映っているのは、ヘーゲルの日本語版では精神現象学と言われている書物の初版です。システム・デール・ヴィッセンシャフト、だからシステム・フォー・サイエンスで、基本的にはこれは科学のシステムということなんです。このフェノメノロギーデス・ガイスツっていう精神の現象というのはサブタイトルですね。でこれ私知らなくてですね、で私が読んでいたのは20代の頃なんです。ですからこういう本があると思っていたんです。そして科学のためのシステムというのどこにも書いてないんですよね。で難解で、ちょっと読む気が失せる難解さで、随分辟易としました。しかしもともとこれはシステム・フォー・サイエンスなので、これはバイエンのこういうのと一緒なんだと思いますよ。バイエンはこういうシステム的に書いている、これがまあ漢字の強みなんですけども、クリックすれば夏が出るんですけど、これは何語であろうと関係ないんですよね。画像動画そのものに対して人間が名前つけただけですから。これはまあそのガリレー・ニュートン、ガリレー・ニュートンを経てニュートンに対するアンチテーゼとしてバイエンが出てくるんですね。でバイエンの思想というのはもう何度か申し上げましたが、荘子とアリストテレスの思想を、ナーガルジュナの中の思想で、融合させた、すり合わせをした思想になっているんです。それがその自然界の写像になっているわけですよ。でそういうその荘子のような人が出て、アリストテレスのような人が出て、そしてまあカントのような人が出て、そしてさらに思想史はまあいろんな方面で発展していくわけですよね。アリストテレスの思想はその後数百年間シリアに保管されていて、シリアの知恵の館ですね。それでシリア語からアラビア語に翻訳されて、アラビアのアラブ世界のその基本的なその哲学の基礎になって、それからラテン語に翻訳されて、スコラ神学、スコラ哲学の母体になって、それがあまりにも煩雑になりすぎたので、カントの純粋理性批判が書かれるわけですよ。でニュートンがラテン語と図で書いたというのは、当時 の基本的な学術用語がラテン語だったからです。それでの場合は当時の学術用語の漢文と、漢文というのは外国語ですよ、日本人にとっては外国語である漢の文と図で書いている。でニュートンの場合はラテン語と図で書いてるんです。それでまあニュートン、バイエンと、おそらくテーゼ、アンチテーゼというふうに出てきて、バイエンの場合は荘子とアリストテレスを、まあ、すり合わせた。アリストテレスの思想はマテオ・リッチが明の時代に中国に紹介したわけですよね。それが出島経由で伝わっていたんです。そういうのはやっぱりその精神の現象として次々に発展していくんですよね。それまでの既成観念が否定されて、次の新しいより包括的な思想を見出そうとして悪戦苦闘して生涯を費やして亡くなっていったんです。でこれから決定的に変わるのはこのヴィトゲンシュタインよりもこのクロード・シャノンがもう決定的に重要な仕事をして、この人は20世紀以前と20世紀以後を完全に分けた人です。どういうことかというと、情報化社会を作ったので、これからは情報の時代になります。
これはもう情報をツールとして使えるようにしてしまった人ですね。したがって学問も情報化されてしまう。これは、何語で書かれた、どんな本であれ情報化できるわけです。また考古学上のいろんな化石とかそういうものも情報化できます。情報化した方が分かりやすい。例えば化石は立体化してそれが生きていた時のように仮想空間の中で走らせるとか泳がせるとか、まあ、三葉虫が泳いでいるような歩いているようなそういう動画というのは BBC がもう作ってるんですよね。したがってこの人をきっかけにして学問のあり方がまるっきり変わってしまいます。そういう中で一生懸命読もうとして何を言ってるのかわからなかった精神現象学という本があると思ってたら実はサブタイトルをタイトルにしたんですね。でちょっと50年間ちょっとヘーゲルを誤解してたんです。でヘーゲルに関しましてはここの三浦バイエンの謎を解くのここのバイエンとヘーゲル、これ末池武弘東京大学教授もうお亡くなりになりましたが大変な論文があります。もうこれを超える考察はできないでしょうね。非常に感銘に本質をついて書いておられます。でまだ英語訳ができてなくて私はもう言語の英訳で手一杯で英訳の前にわけのわからないとにかく暗号のような漢文を日本語にしないといけないんですよ。現代日本語にそれでもまだ1万3000行ぐらい残ってるんです。ですからこれはもうディープエールを使えば英訳できますのでね、どなたかなさってみてください。でこの辺はテックスなどを使ってきれいに書くといいんでしょうけどね、私はちょっとテックスを使うのはそこまではもうちょっと無理なんです。まあそういうことですのでちょっとこれは参りましたね。内容が全然違ってくるんですよ。執筆者の執筆意図がこれでは見えないんですよね。まあこれはちょっと参りましたね。まあ余談ですけどベートーベンの交響曲第5番運命を運命って言ってるのは世界中で日本だけです。あれはあくまでも交響曲第5番破綻調なんです、ベートーベンは運命はこのように扉を叩くと言ったというだけでそこから運命という音楽を書いたと思っているのは日本人ぐらいのものです。表題音楽ではないんです。あれはヨーロッパの運命です。ヨーロッパを襲った運命についてまあ、作曲した作品なのでそういう点から聞くとまた違うんですよ。それはそれに最初に気づいたのは実はゲーテなんですよ。でそれは13歳の時のメンデルスゾーンがピアノで有名なその第五交響曲の第一楽章をピアノで弾いたんですよ。それはゲーテには分かったんですよ。でしばらくブツブツと何か言ってたそうですね。なんてことを言うんだ、なんてことを言うんだ、ブツブツブツと言ってた。その時彼は分かったんですね。ヨーロッパを襲った運命でヨーロッパがこれからどうなるかということを作品で書いてたんです。それを主観的にベートーベンの耳の病を乗り越えようとした作品だというふうに取りたがるのが日本人なんですよ。ことさらに精神を強調したがるのが日本人なんですよ。でもこれとこれはちょっともう音楽の世界はまあまあ
まあで済まされるんですけど、私にとっては。学問の世界でこういうことやられたらもうちょっと信用ができなくなります。バイエンに関しても同じなんですよ。まるっきり間違えてたんですよ、これまで。ではこれで終わります。